レッスンをしていてどう？こう、うまくない？ここの子供たちは。練習の段階から自分を出すことが練習になっているんじゃないかな。もう、ガン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 、もうぐん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 攻めて、さらにうまくなることも近道になるかもしれません。バーモバーモ、テニスコーチのドッペです。今回は外国人のテニス選手が強い2つの理由についてお話しできればなと思っています。皆さん、外国人のテニス選手がなんであんなに強いんだろうと思ったことってありませんか？まず最初に思い浮かべるのが、やっぱり体の大きさですよね。体の大きさ。または筋肉の大きさ、パワーですよね。そういうところがやっぱり、ね、外国人、日本人と違うんじゃないかなというふうに思う人も多いと思います。まあ、これは間違っちゃいません。僕も日本で外国人のテニス選手だったりとか、またはアルゼンチンでテニスをしたときに、やっぱりパワーすごいんですよ。本当にパワーがすごいんです。で、ガタイも大きいし、背も高いので、サーブもめちゃくちゃ速いんですよね。もうこれはもう、なかなか味わったことがないような、もう体験したことがないようなスピードで来たりとか、回転が来たりとかするんですよ。もうこんなのはね、もう対応するのに時間がかかっちゃうんですよね。まあ、こういうところで、まあ、やっていくと、まあ、うまくなるんじゃないかなというふうに思いますし、強くなるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、これ以外にも、もちろんまだパワーがついていない、まだ背が高くない、その小さい子供たちがレッスンを受けていて、僕が教えていて、あ、こういうふうなレッスンの受け方をしてるからとか、こんな気持ちでテニスをしてるから強くなるんだなっていうところもありましたので、ぜひそういうところもお伝えできればなと思っています。なので、今回は初心者、初級者の方が、まだ自分はパワーがないよとか、身長がまだ低いよとか、そういう方もですね、役に立つような、また今後に活かせるようなお話もできればなと思っていますので、試合で1ポイントを取れる、または勝っていくというようなところにつなげていけるようなお話もできればなと思っていますので、最後まで聞いてくれたら嬉しいです。はい。こんな風にですね、僕は、テニスで上手くなる方法だったりとか、またはアルゼンチンで経験してきたことだったりとか、または、テニスで使われているスペイン語、またはテニスの情報など幅広くテニスに関することを話してますので、いろんな動画も見てくれたら嬉しいなと思っています。はい。では本題に行きましょう。はい。では一つ目。一つ目は仕掛けが早いということなんです。仕掛けが早い。これは言い換えると、自分の強みをどんどん出しているっていうことなんですね。よくこれ、テニスに関係ないんですけれども、外国人の人たちは自己アピールが上手いとか、自分をどんどん出しているとかっていうふうによく言いますよね。これテニスでもそうなんですよ。どんなふうにレッスン生だったりとか、またはレッスンじゃなくても外国人の人がラリーをしていて、僕がアピールしているなと感じたのは、ウォーミングアップで最初にラリーをしていますよね。その時にすでにもう自分を出してるんですよ。自分を。ね、その時に、例えば、1球2球ちょっとラリーを続けた後に、もう自分のもう打ちたいショットをどんどん打ってくるんですよね。例えばそれが強いショットだったりとか、またはスピンショットだったりとか、コーナーに打つショットだったりとか、いろんなショットを打ってきます。なので、やっぱラリーをしていて、僕個人としては、本当はつなげたいんですよ。ウォーミングアップだから。ウォーミングアップだからつなげたいんだけど、つなげるっていうよりかは、練習の段階から自分を出すことが練習になっているんじゃないかなっていうぐらい、もうガン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 攻めてくるんです。もうぐん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 攻めてきて、もう取りづらいんですよ、こっちは。こっちはもうちょっとつなげたいんだけどなと。自分の打点を確かめたいんだけどなと思うんだけれども、外国人の人はどん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 最初に、ね、自分を出してくるんです。まあ、これがいいかどうかはまた別として、こういうふうに練習の段階でも自分をアピールするってことは、一つ僕は大事なんじゃないかなというふうに思いました。もうこれは日本で外国人の方と練習をしていて思ったことだったし、アルゼンチンでもそうなんですよね。アルゼンチンでも僕はラリーをしていて、もういろんなところでラリーをしてきたんですけれども、最初にその方は初級者ぐらい、まあ、初めて多分2ヶ月とか3ヶ月ぐらいの方だったので、なかなかやっぱりまだコートに入ることも難しい方だったんですけれども、それでもいろんな打点にボールが来るんですよ。いろんな打点に来るんですけれども、それでも自分を出して、自分はこういうショットを打つんだ、ここで打つんだっていうアピールが強いんです。それがやっぱ時々入ってくるんですよね。で、そういった入ってきて、あ、よし、入った、よかったっていうふうに喜ぶんですよ。まあ、もちろんね、ちょっと荒いショットだったりとか、少しまぐれになってるショットもあると思うんですけれども、そうやってって、自分を出していって、それでラリーをしていって、まあ、アウトになったら、そこからアウトになったら、どんなふうにアウトにならないかの、またそこから考えていく。またそこからフォームを修正していくというふうにしていくので、順番としては、自分をまずアピールして、まずはミスっていく。ね、ミスってようと、あとは入ってようとあまり関係なく、まずは自分を出していく。自分のね、強いショットだったりとか、またはスピードあるショットだったりとか、またはロブショットだったりとか、いろんなショットを打ってくるんです。こうやって自分が何が打ちたいのか、自分がどうしたいのか、どんな風に打ちたいのか、で、どこに決めたいのかっていうのを、どんどん初心者のうちからアピールしているんですよね。これが、ああ、こういう風に、やっぱ練習していったら、
ああ、それはまあ強くなるなというふうに思いました。もちろんね、フォームを決めてから自分を出すっていう方法もいいと思うんですけれども、まずは自分を出していく。で、そこからフォームを修正していく。で、そうやっていって、僕が教える方法も、最初はね、どんどんこんなふうにやった方がいいよっていうふうに言ってたんですけれども、あんまりこういうやり方良くないんだ。最初にフォームを修正することってあんま良くないんだな。この人にとってはあんま良くないんだなっていうふうに思ったんです。まずは思い切り良さをまず出させてから。そうやっていって上手くなっていくというふうな僕の、アルゼンチンのコーチをしていて感じた印象でした。で、そうやってこの方の試合を見てみると、やっぱりね、やっぱ負けてしまったこともあったんですけれども、自分の良さを出していってたんですね。それでアウトしたりとか決まったりショットも多かったので、もう練習ではなかなか見れないね、ショットも見れたんですけれども、どんどん自分をアピールをしているというのは僕は練習の中でも必要なんじゃないかなというふうに思いました。なので初心者の方が、初級者の方が最初はミスするのが怖いとかね。またはコートに入れなきゃいけないとか、綺麗なフォームで打たなきゃいけない。また決まった打点で打たなきゃいけないっていうふうに思うと思うんですけれども、そんなことはあまり関係ないっていうふうに思ってもいいと思います。自分をまずアピールです。どんなショットを打ちたいのか。で、コーチにね、僕は初心者なんだけれども、スピンショットを打ちたいんだとか、僕はスピードボールを打ちたいんだっていうふうにコーチの人に言ったとして、いやー、まだ最初はまだ早いよ、こういうショットを覚えてからの方がいいよっていうふうに言われることはあると思いますけれども、その時はもしコーチにそう言われたら、もちろんそれが正しい時もありますので、それに従って練習するのもいいと思いますけれども、自分はこういうショットが打ちたいんだっていう基本と気持ちをね、前もって持っといて、気持ちを持っといて、それで違う練習だったりとか、または自分が少し上手くなってきたらどんどん出していったりとか、いいふうにしていった方が僕は試合でもそういう自分を出すというプレーが生きてくるんじゃないかなというふうに思います。はい。皆さんぜひね、初心者のうちでもこういうふうに自分を出してアピールしていくといいと思います。はい。では次行きましょう。はい。では二つ目。二つ目はゲームをすることが多い。ゲームをすることが多いんです。はい。これね、どういうことかというと、練習のうちからみんな子供たちは自分がね、上手くなかったとしても、打てなかったとしても、ゲームが好きなんですよ。ゲームが好き。ポイント戦をするのが好きなんですよね。4ポイント選手だったりとか、5ポイント選手とかよくするんですけれども、やっぱゲームが好きなんですよ。多分これ日本の子供たちもゲーム好きなんじゃないかなと思います。やっぱりゲームで勝ちたいとかね、ポイントを取りたいとか。そういうことはやっぱり日本の子供たちも多いと思うんですけれども、特にやっぱ外国人の子供たちはゲームが多かった。もうレッスンをしていても、レッスンをしている時間よりも、こう、球出しをしたりとか、またラリーでちょっとこう、教えたりとかする時間よりも、ゲームをしている時間の方がやっぱ多かったんですよね。こんなのほど上手くなるのかなっていうふうに僕は思ったし、これ本当にいいのか、ゲームばっかりしているレッスンでもいいのかなっていうふうに思ったんですけれども、そこから上手くなってくるんですよね。さっき言ったように、試合で自分を出したいんですよ。試合でみんなに見てほしい。みんなにこんなショットを打ちてるんだぞっていうところを見てほしいとかね。そういうふうに、自慢じゃないけれども、自分のショットをいかにすごいのか、自分のことをアピールしていくんです。それがね、こう、恥ずかしがらずにやっていくんですよね。で、結果ね、誰が負けたとか勝ったとかっていうのはあるんですけれども、そこで、悔しかったりとかも出てるんですけれども、そこでゲームをすることによって、どんなふうに次勝てばいいのか、どういうふうなところを打てばいいのかっていうのが、相手の弱点もわかるし、自分の良さも早めにわかるので、ゲームをすることも大事なのかなと思います。あと、レッスンの中でゲームをするだけじゃなく、実際の、例えば地域の大会だったりとか、もう毎週のように出ている。もちろんこれ全員じゃないですよ。全員じゃないんだけれども、本当に出てます。僕がアルゼンチンでそのコーチをしていますっていうふうに、いろんな方に言ったときに、そこで出会った日本人のテニスをしている方に話したんですね。そしたら、その方が言ってたのは、レッスンをしていてどう？ここ上手くない？ここの子供たちは。って言って、本当上手いですよって言ったら、やっぱね、なんでここの子供たちが上手いかって言ったら、試合をたくさんしてるんですよねっていうふうに言ってたんですね。この試合を毎週のようにどこかの大会で出てるんですよ。で、そうやっていって、やっぱ試合慣れをしていく。で、試合で自分を出していくっていう機会をたくさん持ってるっていうことが上手くなるんだっていうふうにその方は言っていたんですね。これは、やっぱその通りだなというふうに思いました。日本人の方全員が全員そうじゃないとは思うんですけれども、やっぱりこう仲間同士で試合をしたりとかすると、あの子に負けたくないなとか、あの後輩に負けたくないとか、後からテニスを始めたあいつに負けたくないとか、勝ち負けがつくのは嫌だなとか、ね、そういうふうに思ってしまう子供ももしかしたら多いかもしれません。でもね、こういうふうに考えてるアルゼンチン人の子は少なかったなというふうに思いました。もうとにかく試合がしたい、ゲームがしたいというふうに言ってたんですね。で、そういうふうに
自分がこう、なんだろう、勝ち負けっていうよりも、ゲームを楽しんでる。ゲームで何かこう、ポイントを取ることを楽しんでるっていうような考え方をしてるんだなっていうふうに僕は思いました。なので、もしこれからね、初心者、初級者の方がだんだん上手くなっていって、まあゲームをね、まだゲームまでできるレベルじゃないですよ、僕は。そういうふうに思ってる方も多いと思うんですけれども、いや、もうね、ゲームができるレベルとか関係なく、まずは試合に出てみて、何ができるのか、何ができないのか、ゲームで何をするのかってことを目的に試合に出るっていうのも一つの方法かなと思います。そしてそこから自分が上手くなっていく。まあ順番はね、どれでもいいと思います。自分が上手くなってからゲームをするっていう方も方法はいいとは思うんですけれども、ゲームをしてからもう全然できることは少ないかもしれないですよ。最初のうちはゲームをしてなかなか打つことができなかったり、もうなかなかポイントを取れたりとかすることもできないかもしれません。でもゲームをしてみて気づくこともたくさんありますので、ぜひ皆さん、まだ打てない、まだサーブなんか入らない、まだストロークも全然入んないよっていう風な段階だとしても、一回ちょっとゲームをしてみましょう。そうすると、いろんなことが分かってきますし、さらに上手くなることも近道になるかもしれません。ぜひ皆さん、こういう方法も試してみてはいかがでしょうか。はい。では、今回は2つの方法についてお話しさせていただきました。もちろん、これ以外にも外国人が強い理由ってたくさんあると思います。だんだん上手くなってくると、ヨーロッパの大会は、日本で行っている大会よりも、ヨーロッパの大会は、たくさんありますので、こういう大会に出会える機会とか、強い選手に出会える機会が、ヨーロッパはたくさんありますので、いろんな人と練習をする機会、試合をする機会が多いので、上手くなっていくっていう、そういう環境面を理由にする方も多くいらっしゃいます。あとはコートサーフィスが近かったりとかね。日本のオムニコート、人工芝のオムニコートでやっているんではなくて、海外のヨーロッパではクレーコート、赤土のコートで練習することが多かったりとか、またプロになった時に行っているコートと近いところで練習をしているから強くなったりとかする、そういったコートサーフィスの環境だったりとかで外国人が強いんだっていうふうに言ってる方も多いと思います。いろんな理由があると思うんですけれども、ぜひ日本人でも、もう日本にいても強くなる、環境に関係なく強くなる方法はいくらでもあると思いますので、ぜひ皆さん、僕が今回お伝えしたことだけじゃなくても、自分で見つけて、外国人が強い理由ってどんなんなんだろうとか、探してみて、試してみるといいと思います。はい。では今日の動画はここまでにします。今日の動画が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、チャーチャー、バイバイ。